はい、こんにちは、僕です。ソウルハッカーズ、続きをやっていきましょう。続きというか、今回はこちらのね、エクストラゲームを進めていきたいと思います。ロードするデータは、1周目をクリアした後のね、データをロードしていきたいと思うんですけど、ちょっとね、レベルを上げていて、レベル83になっておりますね。まあ、無事ね、前回で2周目もクリアすることができたんですが、まあ、ちょっとやり残したこともあるんですけどね、今回からね、プレイ開始する、このエクストラゲームで、このソウルハッカーズのね、プレイは最後になるのかなと思っています。まあ、じゃあ早速ロードしていきましょうか。ちょっと全くこちらはね、手をつけてなかったので、どんな感じなのかわかんないんだよな。ソウルハッカーズエクストラダンジョンを始めよう。誰の声だ？ロバウゾン君、この名腕を振るうがいい。では、行かれよ。エクストラダンジョン。あ、次元の回廊なんですね。でもね、前に来たことがある。前にというか、シナリオでもないか、新アークの屋上にある次元の回廊とはちょっと形が違うんですね。準備中って何？何準備中？ 暗き大王の惑星へ。あ、なんかタイトルがここで確認できるんだ。隠れの滝。扉と量子飛躍。なんだそれ、全然わかんない。案内の間があるよ。ダンジョン P？ ここいたっけ？あー、維持の地時々破壊。ちょっと待って、全然わかんねえ。どこに何があるんだ？遊び方。この順番でいけばいいかな。維持の地時々破壊、隠れの滝、そして展覧会の扉ってなかったですね。これらのダンジョンにはそれぞれアビリティがある。それを倒すのだ。なるほど。ただし、展覧会の扉へは他の5つのダンジョンの主を倒してからでないと入れない。他の5つのダンジョンへは、どの順でも入れる。さあ、行くのだ。はい。そうそう。主を倒しても、また復活する。もっとも、倒しても認められるんだな。何とでも戦えるんですね。倒した主を聞く。まあ、全部を教えてくれるんだ。まあ、一人も倒してないからさ。ゲームを終了するっていうのもあるんだ。セーブはできるのかな？あれ？中断セーブか。あれ？ターミナルもないよ。ちょっと待って。セーブできないの？ヒールスポットはあるけど、ターミナルがない。じゃインストールソフトとか付け替えたいときどうしたらいいんですかね。今のまま行くしかないのかな。まあ、いや、ちょっととりあえずやっていきましょうか。ダンジョン P から行ってみますか。ダンジョン P にようこそ。ここは VR、 つまりバーチャルリア、わかってるって。バーチャルリアそれリじゃあティ。ルールだけ説明するね。この廊下にある扉をくぐるとね、落とし穴がたくさんあるんだ。ほう、全部の落とし穴の蓋を開けるとクリア。蓋は上を通るだけで開くんだ。ほう、でも空いているところに乗ると、それじゃあまずは運試し。好きな扉一つを選んでダンジョン P にトライだ。ヒーえ、何それ？ちょっと待って。すべての落とし穴に入らなきゃいけない。どこから入るのかも選べるってこと？すべての落とし穴に落ちれるルートを選ばなきゃいけないってことなんだろうな。わかんないな。とりあえず行ってみるか。この辺りから。待って、それってダメージ受ける？あ、ダメージ受けないんだ。落とし穴の上を行くと、すっと行ってしまうんですね。外れって書いてあるよ。何？あ、落とし穴に落ちる。ヒントくれるの？ねえねえ、ヒントをあげる
から、もう一回やってみない？ちょっとまたヒントはいらないかな。ちょっとちょっと、そこの君、本当に大丈夫？それじゃリトライだ。これなんだろう、どっから始めればいいんだ。ちょっと今一通り見てて、この辺から始めていけばいけんじゃない？同じ場所を通っちゃいけないんだよね。こう行って、こう行って、あ、いける気がする。こうでしょ？こう行って、これ上に行くべきかな。下に行ってもいい。あ、いける気がする。こっちにこう行って、同じ落とし穴を踏まなければいいのであれば、こっちに行って、ぐるっと回って、これで最後じゃない？オッケー。ほら、ヒントなんかいらないんだよ。英霊の間だって。これ待って、バトル展開はあると思うから仲間は呼んでおいた方がいいでしょう。あ、そうだ、ようやく、あ、確認できねえ、ここで。マジか。あのね、イザナミをね、作ることができたんですよね。ようやくネメッチーで。なんか結構歩いたんだけど、最後のね、このイザナミだけ全然解放されなかったんですが、やっと作ることができたんですけど、残念なことにね、ライトローなんですよ。だから、クシナダ姫と反発してしまうので、ちょっとこの子はね、やっとできた悪魔ですけど、一緒に戦っていくことはできないんですよね。あの、一番最初のね、女神転生の女神の部分ですよね、イザナミっていうのは。とりあえず仲間を配置していきますか。どうしようかな、カマプア。なんだかんだカマプアはいてくれた方がいいかな、タルンダラクンダ使えるし、物理が効かないので、ちょっとカマプア出してみて、様子を見てダメそうだったら下げよう。で、義経ね、義経 HP999 にしましたんで、ちょっと活用していきたいな。こんな感じでいきたいかな。まあ、いろいろね、仲間を作ったんだけど、同時に出せるの4体までなんですよね。だから、どいつを出すかちょっと悩んでしまうんですが、こんな感じでいってみましょうか。誰だ？私は何者さ。我を帝国の兵。あ、乾と知っての子。なんでこんなところに乾が出てくるの？ならば許すまじ。いざ来たれ。我が兵士たちよ。乾正体再びですか。デビルサマナーに出てきましたよね。乾正体。こいつらチェリーブロッサムしてきましたよね。怒りの力もて蘇った我らの。うん。己が死をもって知るがい。まだ成仏してないの。犬正体出てきちゃった。犬マンションみたいな。ありましたね。いや、そんなに強い相手じゃない気がするけど、犬正体って。戦っていけますか？とりあえず、クリカラの黒竜とか適当にやっとけば倒せそうな気がするけど。タレンダより楽園だかな、強いのかな。マカカジャとか撒いた方がいい。じゃあマカカジャ4回入れときますか。で、確認したいのはね、この発想飛びなんですよね。発想飛びやっていきましょうか。全体を攻撃。ほら、チェリーブロッサム来るじゃん。肉弾。待って、全部カマプアーに来るんだけど、なんでなんでカマプアーに物理は効かないからさ、肉弾も全部反射してしまうんだ。これ肉弾ってさ、自爆みたいなもんだから、あっという間に片付いたな。お前も自爆すんの？いてえ。また持ち破れようと。あぶねえ。無念。我が安息の地は、いずこず。だって誰か一人死んだよな。経験値とかはもらえないの？あれ誰が死んだんだ？誰が死んだ？あ、クシナダ姫が死んだのか。全然ね、まともな戦いじゃなかったな。あ、じゃあ次はどうしようかな。こっちに行きますか。クラキタン用の惑星。これ、あ、暗いな。あ、で、ここはマップがマッピングされてないんだ。これ、雑魚敵って出てこないのか。
であればちょっと下げた方がいいかな。マグネタイト消耗してしまうんですよね。ジムアサマナーさん、あれ誰の声だ。南東の空の下、大きな光る星が見えるでしょ。あ、星座。このまま飛んでいけそうな気がしない？嫌なこと全部忘れて思い切って飛び降りちゃおうか。飛び降りる系なのこれ。南東ってどっち？こっちの方向？何か見える？あ、飛びよ、飛び降りたら先に進めたんだけど。一つの光る星、うん、九つの暗い星、ここは光の中、近いところ、声の住むところ、神殿は闇の中、遠いところ、魔の住むところ。なんだそれ、なんかヒントになってるんだろうな多分。ここは光の中、あれここ行き止まりじゃないのか、もしかして。あ、先に、あれ落ちたよ先に進めるのかと思ったら進めなかった。あ、いや、雑魚敵出てくるんだ。お前カマプラーになんてこと。ここ仲間必要ないな。こんぐらいの敵であれば、ネミッサとペペ島だけでなんとかなりますね。一応ね、装備もかなり新調しているので、銃器、メギドファイヤーも購入しました。あとはこんな感じですね。大天使のブラも装備してますし、武器はね、グングニル、オーディンとね、合体剣して、グングニルを作成してあります。待って、どこに行けるのかを確認しないとダメかな。いや、つってもそんなに、ああ、普通にこう行けるんだ。あれなんか、そこは間違ってるってこと？いや、なんか意外とそこの上行けますね。出口？出られるの？あ、帰ってきちゃった。嘘。マッピングはされてる。出口も一応あるんだ。あ、で、ここが一番低いところってことかな。光の場所とか闇の場所っていうのは高い場所なのか低い場所なのかっていう意味合いなんじゃないかな。だから、ゴールは低いところに多分あるんだと思うんですよね。まあ、ちょっとうろうろしてマップを埋めますか。だってこれ本編でこんなギミックなかったですもんね。こんな高低差があるみたいな。で、行けるとしたらこの十字の場所かな。どっちかじゃない？あ、こっち側の。こっち側は、あ、いける、ほら。あれ、行き止まりなんだけど。どうしたらいいんだ、これ。あ、まだ確認してない場所あるな。ちょっとずつマップを埋めることで、ここまだ行けてないんですよね。あら、行けると思ったよ。あ、いや、でもまあ、行き止まりだよな。これ戻れる？ああ、戻れないんだ。落ちるんだ。これちなみに内側って、あ、内側も落ちれるんだ。ああ、なるほど。あれ？パンテオン。あ、ちょっと待って、違う場所来たな。これ着いたのか。行ってみますか。じゃあ、パンテオン。何が出てくる？我が神殿を抜け。ようこそいらっしゃいました。パラスアテナだ。私は決して戦いのための戦いを望む身ではありませんが、これも運命なのでしょう。さあ、剣をお取りなさい。尋常に勝負いたしましょう。これは何系の悪魔だ？パラスアテナって何神話の神様なのかな。あと横にいるのはニュクスで、手前にアマゾーンですね。どういう組み合わせなんだろう。同じ神話なのかな。まあいいや、とりあえず栗から黒竜して、ラクンダとか入れてきますか。また念のためマカカジャもね、入れときましょう。で、発想飛びね。だって生きてない、確認できてないんだけど。あ、これ出たね。あ、待って、反射してくる。痛い。そっか、パラスアテナって物理反射か。大丈夫かお前。あれ聞いてる？あれ物理反射というわけじゃないのか。
待って、そんなに体力高くないぞこいつら。危ない。だってカマプアも生きてるしな。あれ、斬撃は効くのか。義経の発想飛びって斬撃じゃないの？わからんけど。待って、これもう片付けられそうな気がするから、メギドラーンしていきますか。ちょ、マカカじゃないって、発想飛びしたら死んでしまいそうだから畳返しとかしとこうか。畳返し。どうよ。オッケー、倒せた。あれ、そんなに強くないな。残念ですが、私の負けですね。我が身の不運は占えぬもの。さようなら。あなたの上にはご不運のあらんことをお祈りしております。なぜ戦ったんだろう。戦う理由がないよね。とりあえず回復して、次なんだっけ。隠れの滝でしたっけ。こうセーブできないからな。途中でやめられないのか、一気にやるしかないのか。セーブできないの困るな。隠れの滝ってこれなんだ。あれじゃない、ちょっと待って、この先バルハラだって。バルハラ。真実の声を聞き、真実を知る者にのみ真実の扉は開かれる。汝は真実を知る者か。ちょっと待って、これまたあれじゃない、嘘つきを探すやつじゃないの、このマップの作りがさ。違う、真実はその中にある。またいるのか、あのおじいちゃんたち。どうなんだろう。これあれだな、エストマかけてしまっていい気がする。戦うメリットってないんだよな。マグネタイトを稼ぐぐらいしか。ここにいるんじゃない。どうなんだ、いる。あ、ほら、やっぱいる。今忙しいよ。今忙しいよ。後にしてくんねえか。てめえらがあのあれか。あのあれか。いいか、よく聞け。また同じ名前なんだ。俺は泉。で、嘘つきは4人中2人だ。さあ、用が済んだら帰った帰った。嘘つきは4人中2人。ちょっと待って、メモしようか。まず嘘つきは4人中2人。どういう嘘があるのか、わかんないな。全然前の時と話が違いますね。話の内容は。あー、なんだいなんだい。君たちは、同じ感じなんだな。僕、ワッキー。ワッキーね。わかった、わかったよ、これでしょ。嘘ついてるのは3人だよ。ああ、もちろん4人の中でね。嘘つきの人数と母数、何人いるのかっていう2つありますね。で、ワッキンは4分の3って言ってますね、嘘つきは。珍しいの。ワッコ。こんなところにお客と。わしはワッコ。ケチな人じゃ。前はこいつが嘘つきでしたよね。わしら4人の中で1人が嘘をついておる。4分の1。何のことかって、時期にわかるじゃろ。じゃあ最後の1人は4分の4じゃないの。4人中4人がみんな嘘ついてるって言い出すんじゃないんですかね。それか0人。みんな本当のこと言ってるよって。そうなったら間違いなく嘘だよね。むにゃむにゃしてる。びっくりしたわい。わしゃウッシーじゃ。よろしゅうな。ウッシーなんて言うかな。あ、なんだ、4人中4人が嘘つき。確か4人中4人が嘘つきなんよ。腹減ったの。いや、4人中4人が嘘つきならこいつも嘘つきになるから、まず間違いなくそれはありえないですよね。ね、ちょっと今一通りメモしたけど、4人中4人が嘘ついてるっていうのは絶対違うと思うから外していいでしょ。で、誰が嘘ついてるとかじゃないんだね。何人中何人、まあ、4人中っていうのはみんな同じなので、そのうち何人が嘘ついてるのかっていうところが、判断材料になるのかな。
左下の和子が言ってる4人中1人が嘘ついてるっていうのは、1人だけが嘘をついてるっていうのもありえないですよね。他の3人が正しいって話でしょ。だからそうなると矛盾しますよね。さっきの4人とも嘘ついてるっていうのが嘘だとしたら、それ以外全員が本当のことを言ってるって話なので、そうなると食い違いが発生しますよね、残りの3人。だから左下も違いますね。んで、右下のワッキーであれば、4人中3人が嘘ついてるっていう場合、例えばワッキー自身が本当のことを言ってれば、他の3人は嘘ってことになる。あ、だからまあ矛盾はないですよね。で、右上の、なんだっけこの子の名前。この子っていう年齢でもないけど。イズミンか。イズミンが言ってる4人中2人が嘘をついてるっていうのは、仮に、まあ、イズミンが本当のことを言ってるとしたら、もう一人本当のことを言ってる人がいるんだよね。あ、いや、わかった。これね、右下ですね。誰とも話が食い違わないのって右下だけじゃないですか。自分だけが正しいってことでしょ、要するに。だから自分以外の三人が話が食い違うか食い違わないかだと思うので、犯人というか正しいことを言ってるのは和子だと思う。あ、ここに、犯人はお前だっていう感じじゃないのか。最初の場所に行けばいいのかな。汝は真実を知る者か。そうだ。あ、名前、指名性。いや、和子ではないと思う。嘘をついていると思う。どちらでもないとかあるの？いや、嘘をついてるんだと思う。いや、嘘だと思うよ。で、和子が真実を語るものだと思う。他みんな嘘をついてるじゃない？どちらでもないなんてあるの？どちらでもないってどういうことよ。真実を語る者、真実を知る者により、あ、開いたのか。真実の扉は開かれた。正解ってこと？正解なら正解って言ってほしい。あ、開きましたね。あ、待って、戦いがそのまま始まっちゃうの？これは北欧神話勢ですね。待っていたぜ。右のやつ誰？人間なれど、その力、侮るべからざることを我ら承知。全力で戦わせてもらう。ヘイムダルとトールと誰？右側は。ちょっと待って、仲間呼ばなきゃ。とりあえず、クシナダ姫を呼んでおけますか。で、ネミスタもね、サバトまで呼べるので、キュベレを呼んでおこう。一旦これで一旦終わりだな。守護神召喚して大丈夫か。一旦しのげる。大暴れ。こいつ誰なんだ。アナライズできないのか。まだ呼んでおくか。とりあえず念のため。義経いてくれればいいかな。今のところさ、カマプは役に立ってないから。いや、立ってなくはないか。ちょっとカマプアーじゃなくて他の仲間も呼んでいきたいよな。せっかくだからさ。マリステンとか。マリステン後ろから何もできないんだよな。まあ、八幡を呼ぶかじゃあ。で、マカカジャマイって、一気に片付けていきたいかな。サバトマ。もう少々召喚。アタック。敵はそんなに強くないんですね。ガードしてる。ソニックブーム。あいつ何なんだろうな。ちょっと名前確認したいんだけど。名前確認する方法ないかな。あ、キシンティールだって。なんだろう、トールの息子みたいな感じかな。ティールって誰だろう。ティールって知らないな。クリカラの黒竜やりますか。これね、全滅にしか攻撃範囲が届かないんだよな。発想飛び効くかな。大丈夫かな。反射されませんか。で、マカカじゃ3回目、4回目かけて、8万は、ラクンダ。ラクンダなんて思ってね、タルンダかけとくか。それとも、マカラカーン巻いときますか。と、発想飛び。あ、え、嘘。おー、トール、ヘイムダル。なんだ、オーディンがいるのかな。はてなはてなはてなって。人間にやられてしまうと。バルハラって言ってたからオーディンがいるんじゃない？フレー姉様とか。
フレーネン様かわかんないけど、バルキリーがいるね。何時は真に多撃戦士なるかな。それでこそ我が前に立つにふさわしい。あれ、どれがオーディン？ああ、真ん中の奥にいるのがオーディンですね。このオーディンがもらい受ける。うん。死してラグナロクの戦士、エインヘルヤルとなるのだ。直接オーディンが手を下しに来るの？ベルセルクが物理効かないんだよな。吸収されるだけなら別にいいか、殴ってしまっても。クリカラの黒竜で片付けられるでしょう。マスを飛びして、ちょっと畳返ししておこうかな。そんで、なんかマカカジャかける必要ない気がするから、ちょっとそのままもうメギドランをしていけますか。で、どっちがいいかな、マカラカーンとかかけておく。誰が先に行動できるかな。物理が無効なだけであれば気にならないかな。一体一体はそんなに強くないんだな。マカラカーンかけてテトラカーンもかかってるんだ。終わっちゃった。何時は強い。わしの配下に置くにはあまりに強すぎる。さらばだ戦士。諦めが早い。何時がラグナロクの日に立つならまた会えるだろうて。潔すぎるだろ。これで終わりなんだ。今みたいな、なんか謎解きみたいなやつは楽しいな。それに比べて敵が弱いんだよな。あと維持の地時々破壊と、扉と量子飛躍、どっち行こうかな。どっち行こうかなというか、ちょっとね、一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきますか。前回に続いてのプレイなんですが、とりあえずじゃあ順番にね、この維持の地時々破壊やっていきましょうか。なんかインド神話みたいなことを言ってるのか。なんだなんだなんだ。過去と維持がお好きなら、これなんだ、どういう状態。未来と破壊をお望みなら南と。維持が好きなら西、破壊が好きなら南。だから南に行ったらシバーがいるんじゃないの。これなんなの。飛び越えられるの？どういう状態なの？なんていうの？ホッピングシューズみたいなの履いてるの？これタイミングよく飛ばなきゃ、いかなきゃいけないってこと？あ、いけるんだ。一番高い状態であれば、これ通れるんですね。え、なんだ？回されちゃった。うわぁ、こんなダンジョン今までなかったよ。今までにプレイした過去作どれを取ってもこんなダンジョンなかったよ。扉がある。維持を破壊だって。これはついたのかな？行っちゃっていいかな？一応ね、ここエンカウントするんですね。行ってみよう。何が出てくる？やっぱりシバーかな？我は世界なる。あれ、ピシューなの？我あるゆえに世界ある。我なくして世界はない。人の声を。何時がいかなるものか知りたくば、かかってくるがいい。ちょっと後ろにいるの見えないんだけど。あれ、こっちビシュヌなのか、シバーじゃないんだ。破壊じゃないの、こっちは。まあいいや、やってきますか。ガルーだと、右のやつなんだっけ、名前思い出せないな。まあ、物理が効かないやつはいないかな。んで、ハスト飛びとかしていっちゃいますか。メギドラゴンも初手から撃ってしまおうか。一応、マカカジャかけて、マハジオンが、どうかな。あ、ハヌマーンだ。右のやつはハヌマーン。右奥が、ラプシュミですね。で、左の奥がビシュヌですよね。ぶった切ってしまった。なんか簡単に倒せそうだな。ほら、一旦で片付いてしまうもんな。何時の力、天をかけるがごとくして、もはや我をも超えたるかな。人の声を、我は何時の編成をいつまでも見届けようぞ。これでシバーも倒さなきゃいけないのかな。あれ、いや、戻されちゃったな。ビシュヌか、シバー、あ、ズミになってる。どっちか倒せばいいってことなのか。シバーと戦いたかったけど、ビシュヌでしたね。じゃあ次は扉と量子飛躍。なんだ、どんな部屋なんだ。何でも信じちゃうバカじゃね。
まあ全然信用してくれないのも困るけど、ほどほどが一番かな。誰の声だ？四隅に扉がある。落とし穴じゃないの今の？どうなってんだこれ。青い扉の数だけ右に向きを変える、どういうこと？つまり 1,2,3,4 ってこと？これさっき言ったよ。 1,2,3,4。 あ、いや扉じゃない、3。え、どういうこと？3ってことかな。じゃあ 1,2,3 でいいのかな。からねえ、これなんだ、どうなってんだよ。戻ってきちゃったよ。何、青い扉の数だけ向きを変えるってどういうこと？こっちは間違いってことなの？いや、この人に話しかけたら戻されましたよね。うわ、なんだこのマップ。全然わかんねえ。間違った方向に進まなければいいっていうだけ。うわ、なんか特殊だなここ。こっちはまだ行ってないよね。また誰かいる。偽りの声に耳を貸すな。緑の扉の数だけ左に向きを変える。このことだけを守り進めばいい。どっちが正しい？緑の扉の数だけ、そっちを信じてみますか。左に向きを変えるって言った。あ、ここ開くんだ。こいつを信じるべき。今のところね、緑の扉の数だけで合ってるよ。これ右も左もだから、1,2,3 じゃない？いや、4だ。こっちだ。あれ違うよ。誰を信じればいいんだ？どこまで行けんのこれ、しかも。ここ、真ん中に出口があるんだね。いや、もう何も信じずに、マップだけを見るわ。まだ行ってないところ、まだ行ってない方向に進んでいきましょうか。わかんねえ。わかんねえ。これ目的地どこにあるんだ？どの辺にゴールがあるのかの当たりもつかないんだけど。こういうところに意外とあったりするのかな。ちょっと行ける場所全部確認するしかないな。全然ゴールの当たりがつかない。ここ来て、ここ来て、上も違うんでしょ。右に行くしかないよな。右に行って、でここ上下ダメなんで、こっち、あ、ダメだ、ここ行け。あ、いや合ってる。あなたが噂のサマルさんです、ね、しゃべった。よく来ました。嘘、いきなり。私はあなたを殺すため蘇った。あ、やっぱ死んでたんだ。申し遅れました。私シード・デイビスと言います、サマルさん。さあ悪魔をお呼びなさい。ずいぶん流暢に喋るな。同じ悪魔を呼ばせてもらいましょう。同じ悪魔を呼ばせてもらいましょう。フィネガンタイプか、もしかして。あ、かもしれない。こっちと同じ悪魔が出てくるんじゃないの？完全に、あ、義経もいるの？義経スピード速いからまずいんだけど。マリシテンが来て、キュベレーも来て、あ、これやべえかも。あれ、どっからアナト出てきたんだ？アナトなんて連れてないよ。あれかな、クシナダ姫枠かな。待って、義経がいるの危険じゃねえか。絶対敵の方がスピード速いと思うから、先制で発想飛びされたら熱いんだけど。ちょっとガードしとこうかな。クリカラの黒竜、向こうだけかな、効かないやつだけで。一旦畳み返ししとこうか。先に動ければいいけど。メギドラオンして、メディアラマとかかけとこうか先に。で、危険なのは物理かな、魔法よりも。いや、メギドラオンしてくるやついないな、今のところ。向こうにはテトラカーン、いや、義経がテトラカーンするのであれば必要ないか。たるんだかけどこう。大丈夫かこれ。あ、ナイス。こっちの先制で始められました。あ、義経片付くし、そんなに強くないじゃん。マハブフーラー大丈夫か。いてえ、メディアラ、いてえぞ。いや、でも片付けていけてる。ナイスね、ディアラハンだ。8万言うこと聞かなかったな。
可愛いの出てきたな。誰だお前。ゼロンスだっけ。なんかうちにいない仲間出てきましたけど、それでいいのか本当にお前。あいつ物理吸収だよね。物理吸収であれば問題ない。クリからやって発想飛びしていきますか。畳返しやる必要ある。発想飛びでいいんじゃないか。でメギトランをして、メディアラマ念のため入れとくのは間違いないと思う。あとタルンダもね。結構マハブフーラ痛かったからさ。シド・デイビス強いな。カマプラさよなら。オッケー、どうよ。まだ召喚してくるかな。シド・デイビス、こいつだけ妙に強いんだけど。テトラカンとか貼ってないで。ちょっとメギドファイヤーも使ってみたいんだよな。まだ使ったことないんだ。クリカラの黒竜効かないの。発想飛びは効くんだよね。マカカジャとかしっかり巻いた方がいいかな、これは。で、タルンダもしておきたい。待って、こいつね、中性度低いんだな。UI だから回復をしたいんだろうな、多分。メディアラファンしとこうか。あ、シド・デイビスはちょっと強いな。これが、なんだっけ、メギド・ファイヤー。あ、倒せちゃった。ちょっと焦ったけど、簡単に倒せましたね。覚えていなさい。あなたはたまたま勝っただけです。そうに違いありません。負け惜しみか。あなた方と遊んでいる暇はありません。ありません。さよなら。さよなら。シド・デイビス、やっぱり前作で死んでいたんですね。なんか死んだ描写はなかったけど、ひっそりと死んでいた。じゃあこれでね、一通り全部片付いたので、ここの扉が開くようになるんですね。展覧会の扉。ここで最後だ。